はい、どうも、ガッパ院長です。じゃあ今度はね、このアメリカのメディアが、ね、統一教会について、まあ、解説してくれているっていう、そういう記事ですかね。まあ、統一教会にとって日本はね、金づるだったと、まあ、そんな話が出てきて、金づる、うん、で、でそこで出てくるのが、なぜかこの安倍さんね、安倍元首相を重宝した理由があるみたいなこと言ってるんですよね。なんだろうこれなんか日本の反日マスコミが喜びそうな内容、まあ、あれかな、これ日本のマスコミがアメリカのメディアのこの記事を引用してこう掘るってる感じなのかな、うん、まあいいや、ちょっと見ていきましょうかね。安倍元首相の殺害事件を受けて旧統一教会に厳しい目が向けられる中、ワシントンポスト、ああなるほどねがその資金源と大物政治家との関係に切り込んだと。元教会幹部や、カルト研究者らに言わせれば、日本はこの世界的教団の富の7割を生み出す金脈だという。で、霊感商法で儲かる世界帝国、悲嘆に暮れる高齢者を、狙う訪問販売と、著名な政治家との人脈作り、世界平和統一家庭連合、旧統一教会はこの両輪により、数十年かけて日本を最も当てにできる金脈として確立してきたと。日本国民って騙されやすいのかな人が良すぎるのかな。で、教祖、誰でしたっけこの人、ムン・ソンミョンさんでしたっけ、この文鮮明って書く人ですよね。奥さんが、まあ、前の動画で言ったこの鶴子さんでしたっけ、菅さん、うん、で、まあ、このムンさんが築き上げたスピリチュアルで儲かる世界帝国を研究してきた、まあ、専門家たち、なんだその専門家って、まあ、そう指摘していると。で今日本 の、 この安倍晋三元首相暗殺 の、 この容疑者が特定の宗教団体に恨みを抱いていたと警察に供述し、旧統一教会が容疑者の母親は信者であると認めたことにより、この国で長らく物議を醸してきた同教会に再び、厳しい目が向けられていると。で、なんか日本の報道によれば、山上容疑者は警察の取り調べで母親が宗教団体に巨額の献金をするよう圧力をかけられ破産したと話していると。だからかわいそうとか気の毒っていう反応になる理由がさっぱりわかんないですけどもね、うん、まあこの辺はちょっと、カットして、で、まあ、安倍さんが、まあ、このメディアの記事によるとね、安倍さんが他の多くの世界的指導者と同様に、旧統一教会関連イベントに登壇し、講演料を得ていたと。直近では21年9月に開催されたイベントに、まあ、ビデオメッセージを送ったと。で、このムンさんの、ね、奥さんで、教会内で、誠の真の母と呼ばれるこの菅さん、菅鶴子さんって書く人が主催したイベントだったと。で、このムンさんの亡くなった後にこの教会トップを務めている奥さんですよね、に対し、安倍さんが世界の紛争解決、とりわけ半島の平和的統一に向けた あなたのたゆまぬ努力に深く感謝しますと述べてたそうですね。これはどうなんですか、ズブズブって判断する材料の一個に、ね、マスコミなんかは数えてるんですけども。で、このイベントには実はこのトランプ前大統領もリモート出演してたんですよね、うん、まあ、ムンさん夫婦をね、称えてたりしてたんですけども、そうね、まあ、最初の動画でもちょこっと言いましたけども、そもそもなんかこの、ね、この政治家との癒着云々以前にこのカルト団体じゃないですか、ね、この統一教会系、ね、あとこのここまでから侵入侵食されてることに対してやっぱりもうそろそろ、ね、腹くくってやっぱりなんだろうな、決着つけさせなきゃしょうがないんじゃないかなって、ね、だってこんなの喜ぶの反日勢だけですからね、ね、日本生まれ日本育ちの日本国民だったらやっぱり蹴りつけていかないとダメだと思うんですよね。だからまあ与野党関係なくですよ、あとこのマスコミなんかも、ね、だからまあ中央だろうが地方だろうが関係なく、ね、だからまあなんかこの事なかれ主義っていうかさ、ね、なんかもう触れてもいけないみたいな、そういうのはやっぱり、この要は反日に加担していることになっちゃいますからね。
だって侵食侵入されてるのは随分昔から言われてたことでしょ、うん、だからまあ戦後のねこの半島カルト、まあこんなのを良しとするような人たちとか、あとまあパヨった連中とかね、なりすまし以外の日本生まれの日本人の日本国民だったらやっぱりこの撲滅に集中すべきですよね、うん、ね、この半島系カルトの撲滅ですよ。だって欧米でもさ、ね、カルト認定してるのにね、日本政府とかこの行政、ね、このまあ自民党をはじめ、ね、与野党すべてですかね、政治家で、政治家連中、ね、この統一教会、ね、このカルト指定とか規制、ね、名前も変えさせちゃったしまんまと、ね、何もしないことへのやっぱりこのけじめをね、うん、責任取らせるべきですよね。やっぱりそういう意味で自民党を批判するっていうんだったらわかるんですけどもね、うん、でまあそんな中日本のこの政治団体、ね、この共産党はずっとこの統一教会批判してきてるんですけども、なんでかっていうと、ね、このそもそもこの岸さんとかね、小玉さんたちなんかがこの統一教会を日本に連れてきたのはそれがまず第一にこの反共団体だったからっていうのがね、うん、まあでももうさ、ね、あとなんだっけ、一説ではなんかこの、まあ、とある半島の南側と、アメリカと、ろくなつながりもなく、この日本が唯一、ね、この北側のこの情報を取れる、まあ、諜報機関みたいな、役目があったとか、でもこのムンさんが亡くなってからは単なる集金マシーン、まあ、害悪でしかないっていう話なんで、もうそろそろやっぱりね、排除していかなきゃしょうがないと思うんですけどもね。うん、で、今度この、国家公安委員長、ね、二之湯さんですよね。なんかね、この人もなんかちょっと関わってたっていう、そういう話なんですよね。まあ、旧統一教会の主導イベント、なんだろう、自民党国家公安委員長が呼びかけ人だったっていうんですけどもね。またなんかこの反日メディアが喜びそうなネタではあるんですけども、二之湯智国家公安委員会委員長が安倍晋三元首相が銃撃され亡くなった事件を受けて、警察庁が設置した検証チームを奈良県警に派遣することを明らかにしたと。で、二之湯氏は会見で、本日の委員会でも活発な議論があった国家公安委員会としては警護警備の見直しにつながるようしっかりした検証を行うよう警察庁に指示をしたと語ったと。で、この辺はちょっとあれかな、カットして、どの辺が統一教会で、二之湯氏といえば思い起こされるのが2020年2月報じられたマネーロンダリングによる現金配布、自民党京都府議連が国政選挙前に候補者から集めた現金を地方議員に配ってた問題で、二之湯氏は買収の意図はないとしながらも現金を配ってた事実を認めていると。で、さらに大きな問題としてクローズアップされそうなのが、この二之湯さんと世界平和統一家庭連合旧統一教会との関係なんだってさ。はあ、なるほどね、うん、まあ、このちなみにこの二之湯さんはこの統一教会との関係について、まあ、質問状を、ね、まあ、マスコミから送られてるんですけども、まあ、この足立さんのようにね、なんかこのカミングアウト的なことはなく、うん、なんか無回答、ね、なんかしらばっくれてるんで、これはまあ余計疑われちゃいますよね、うん、まあもうさね、一掃しなきゃダメだと思うんですけど、できないんですかね、やっぱりね。それこそさっきの内閣改造人事じゃないですけど、完全に排除しちゃったら誰もいなくなっちゃったりとか本当にするのかな。だったらもう話にならないけどな。うん、ちなみにこの統一教会側はこの政治家とか芸能人とかを、まあ、広告塔扱いしてるわけですよね、まあ、隠れ信者っていう言い方で、まあ、会員として扱ってるらしいんですけども、だから結局ほんのわずかでも、ね、関わったらダメだと思うんですよ。うん、今更もうあれですかね、引くに引けないのかな、やっぱり。うん、本気で掃除してくれる人いないですかね。うん、これエネジロー君とかにお願いしたらどうかな。ちょっと厳しいな、頼む人がいないのかな、これということでね、次もね、次はちょっとなんか場外乱闘っぽいんで、うん、今回は以上でされてございました。ではまたごきげんよう。